フットボールサムライアカデミーの皆さん、こんにちは。現在モンテネグロという国でプレーしている加藤光平です。コロナウイルスの影響で自宅待機が続いていると思います。こちらモンテネグロも状況は同じです。その中で自宅でできる簡単なトレーニングを紹介したいと思います。テニスボールを使ったもので、リフティングをしたり、いろんなところでコントロールをしたりするというものです。ぜひ皆さんもやってみてください。今はトレーニングもそうですが、勉強であったり、家族の手伝いであったり、そういうこともできると思います。自分でできることを探して、みんなで一緒にこの危機を乗り越えましょう。それではトレーニング動画どうぞ。